はい、皆さんこんにちは、八幡保育園の飛山でございます。本日はですね、福井市内にお住まいの方で、保育園への入園を考えられている皆さんに、まあちょっとね、アドバイスも含めてメッセージを送りたいなと思います。今回は保育園の費用に関しましてちょっとお話をさせていただきたいなと思います。我々もですね、毎月保育料、こちら集めさせていただいておりますけれども、まあ大きく分けますと保育料と、まあその他の、まあ園で集める費用の2つに分けられます。月々納めます保育料に関しましては、一応ね、保育料の金額は、福井市役所が決定するものでございますので、市役所のホームページで公開しておりますから、そちらちょっとご確認ください。ただ考え方としては、ご両親が、納められた、市民税の総額によって、保育料が決定します。まあ目安としては、下は0円から、まあ高い方はまあ5万円弱の、保育料がかかっているのが現状でございます。またですね、それ以外に毎月その保護者会費が300円、それ以外の絵本代として、まあこれクラスによってちょっと金額が変わるんですけど、まあ500円弱の、費用をいただいております。ですので保育料以外に、まあ、800円弱の、料金がかかると考えてもらえば、分かりやすいかなと思いますので、ご参考にしてください。またそれ以外にもですね、当園の場合、まあ、例えば遠足に行った際の費用であるとか、パン作りに行った際の材料費であるとか、そういうものもですね、ちょっと行事ごとに、集金をさせていただいておりますけれども、まあ、それも、かかっても、まあ、2、3000円ぐらいの、レベルでございますので、まあ、他園と比べても、個別に集める費用っていうのは少なく、済んでる方じゃないかなと思います。また先ほど申し上げました、保護者会費でございますけれども、例えば遠足に行った、際に2台バスを使用した場合に、1台分はその保護者会費で、支出したりという形で、保護者の皆さんには、極力ね、費用負担が少なくなるような、配慮はしておるつもりでございますので、その部分もご安心いただきたいなと思います。ということで、今回当園で、発生します保育園で発生する、まあ、ちょっと費用に関しまして、ちょっとご参考程度にちょっとお話をさせていただきました。また当園ではですね、まあ、月に数回、園を開放しております。もし、保育園の入園を考えられる方とかいらっしゃいましたら、利用していただけたらありがたいかなと思います。またこちらのチャンネルではですね、保育園に関するいろんな情報を発信しております。チャンネル登録まだの方でしたら、ぜひチャンネル登録をしていただけたらありがたいです。はい、ということで、今回も八幡保育園飛山がお送りしました。ありがとうございます。